昨日はやばいことに気づいてしまった。うん。鍵をなくした。え？何入ってるんですよ。キラキラ。宝石。いや、どう壊してもいいよって言うなら音が開けれるよ、それなら。開けれるよ。開けれるよ。壊してもいいよって言うなら。壊しちゃダメ。何壊す？その辺、鍵のところらへん。これはふってひねれば多分壊れるから。やってみて。でも二度と鍵は閉まんない。あ、まあ、あの別売りで買えばあれだけど。鍵をなくしたっていうのはどういうことなの？え、鍵ここに挿しておいたのよ。あ、入っちゃったの？鍵が。違う。帰らないよ。じゃあ落ちてるんじゃないの？一部分だけ太いもん。絶対落ちてるよ。ないってことはない。ない。はい。何食べたい？マック。朝、マックは買いに行かなきゃいけないから時間がかかるよ。嫌でしょ。嫌でしょ。すぐ食べたいでしょ。すぐなんかね、すぐパッチンして、パッて食べたくない？グラタン。グラタンもチンして食べれるのあるね。はい、何分でできそう？ね、1個なら40秒ぐらい。え？出てきる。今日は何個？チン。何個あるの？いや、何個食べたいかによる。でもすぐできちゃう。ナゲット？なんでしょう。いいですか？いいですか？目つぶって。お手軽、お手軽だよね。いいですか？いいで。うお！え？何これ？チャーシュー。肉まんですよ。肉まんチャーシューです。え、めっちゃ美味しそう。こっちも美味しそう。めっちゃ美味しいよ、絶対。キザマンは分かるけど、これ美味しそう。これチャーシュー、うん、これだから今また食一個で、うん、1個だと1分30。ちょっと違うな、そっちだ。2個だと これ何個入り？違うな、これ。これ違うのかな。これぐらいは、どっちもぐらい。こっちはラップで包んで、こっちは内袋がある。違うんだ。違うんだ。何個入ってんのかな。何個だと思う？4個入り。5個じゃない。4個か。4個だと全部食べちゃうな。2個。襟のこっちとこっちを食べる。1つずつ。音も。でも。で、8個あるってこと？8個3人で。8÷3。8÷3 は？1人。20。1人2個ずつ食べて、もう2個が余るから、食べたければ食べる。こうやってやったら、ふわっと。ふわっとこのままこうやって包むだけ。空気入れない。おお。違う、これ2個しか入ってない。え？チャーシューマン2個しか入ってない。何？嘘。本当？じゃあ分け合おう。こっちがピザ。そうだね。こっちまだちょっと蒸して、このまま。分かった。じゃあこっちから。こっちから食べてもいいよ。これもう大丈夫。ちょうどいい。ちっちゃい。うん。なんで、これで肉入れてよ、これ。まあいいですよ。いただきます。はい。ダダン。ダダン。わぁ。すごい美味しそう。そんな熱くないでしょ。うん。熱い。めっくり。
じゃあいいですか。熱くないって、ほら大丈夫だって、うん、準備 OK。 熱い。チャーシューの匂い、ん、匂いはまだしないでしょ。いやするね。熱くないよ、ほら。いい。熱い。じゃあ、せーので、いただきます。ちょっと口つけてからにして、熱いか確かめてから。パンしか食べない。まだね、うん、うまっ。いや、まだでしょ、全然でしょ、うん、お、入ってる入ってる、すごい、ずっぱり入ってるね。きたきた、濃い。今ちゃうし、濃くない。ちょっとピザマン食べていい。うん、普通の、普通じゃないわ、どう、すごく。まだだ。シャックだったわ。チャーシューぎっしり入ってたよね。食べて、食べて。あったあったあった。チャーシューゴロッと入ってる。めっちゃ入ってるよ、ゴロゴロって。うん。肉まんって、ね、脂質ないんですけど、ピザまんでも。うん、いや、これ好き。これ、これとこれ合わせた点数。点数、ああ、それとも別々の個別点数。点数、いや、これ、これ市販品だから別に、まあ。じゃあこれはランキングにしよう。ランキ、何のランキング、これ。肉まん、肉まんって一強だよ、だって。例えばコンビニの肉まんだって井村屋なんだよ、あれ、ほとんど。ユノマンまで食べてきたのは肉まん、あんまん、ピザまん、これ。ああ、ふふーってことなの。うんうん、うん、じゃん、平らげちゃった。ほんとシンプルにチーズまんが好きなんだけど。え、チーズマン？なかなかないね。じゃん。うん。おお。かっこよくない？すごいすごい。おいおい。どう？うん。ピザマン、ピザ。ザリのも食べてる。うん。おいしい。ピザマン好きよ。豚まん、あ、豚まんね、中華まんとか、テリのチャーシューまん。え、それ、それが美味しい。そ、早いね。もう食べたん。うん、少ないんだ、うん、じゃあ、じゃあ食べる、食べる。いや、いいです。だー、熱いんだよ。こうすればいいんだ。こうして、こうやって、割れない。めっちゃ熱い。どう、熱い？熱くないよ。え、嘘、熱いじゃん。そうなんだろうね、やはり。やはりそこ子供出るんだろうね。匂い濃い。ほんじゃ、いいですか。いいですよ。いただいちゃって。いきます。いただきます。いきます。いただきます。うん。ピザマ。うん。おいしい。もうこのいけるね、一個。おそ。ダメ。口ちっちゃいんだね。ん？口ちっちゃいの。口はちっちゃくない。ん？違う、口切れてるの。口切れてんのよ、ちょっと。あんま大きい口開けれない。だからもう遅くなっちゃって。肉うまい。肉？肉？肉入ってた？ピザマンに？うん。
肉じゃないよこれ。え、嘘、ほら食べてみて。うん、食べたよ。いいから。いい、おい、いい、今日とはまああれやから。おいじゃない。うん、食べてみて。おいしいって。あるってば。あるよ、マー君。マー君もあるよ。しちゃん、違う、これお肉でしょ。マー君も同じの入ってるって。ほら、あ、お肉なのかな。お肉感なかったけどね。やっぱお肉だ。すごいね、よくわかる。そういうことなんだよ。そういう、何入ってるか、パティシエっていうのはそういうことなんだ。あの人もパティシエなのかな。作ってる人ね。なんだろう、これなんだろう、この黄色っぽいやつ。黄色いのはわかるでしょ。コーン。そう。え？全然こんな食感ないけど。食感は違うんじゃない？やばい。開いたよ窓。うん、窓じゃない、網戸ね。やば。今日僕も。風強。熱。いや熱くないって絶対。下が熱。マクナ熱。熱くないってこれ。これ熱いって言う？あ、これ熱い。赤ちゃんだな。赤。おお、ありがとうは。ありがとうっす。赤ちゃん、あ、絶対食べれないでしょ、一個。大丈夫、リンの食べるから。え？いけるでしょ。だってこの一個どうすんのじゃこれ、うん。せっかく温めたのに。もっと食べるかな。え？あ、ダメだ。取っとこう。わ、わ。すごい鳥か。袋鳥派なの。うん、鳥派。アリの袋鳥派じゃない。そう。こうやって、こうやって食べる。うん、万が一だ。これこうやって2つ。これによくだから水滴ついてる場合があるから。水滴。コンビニとかで買うとさ。コンビニこの袋あんのかな。で、リノは最後になこのくらいになったら取って。まあ、ね。足りない、うん、あるよ、ほら。もういい。2個で十分？そう？もう一個それ1個いける？これ半分残しそう？え、な、胃袋以外にちっちゃいんだよね。嘘だよ、それは。ないない。ありえない。そう。点数は？え、いや、つけようがないね、こういうのは。まあ、美味しかったよね、ぐらいじゃないの。まあ、うん、まあまあね。ずっと思ってたんだけど、うん、肉まんとかを自分で作りたい。肉まんは難しいかな。いい。いくなくて、この生地がさ、生地が難しいね。生地、中身はあの何とでもならなくても、生地をこうするのが難しい。でも今の音ならできるかもしれない。じゃあ私もできるかもしれない、うん、僕はできない。マーカーで赤ちゃんだもん。赤ちゃんではないよ。生地、この生地売ってんのかな。この生地、この生地を売ってて中身詰めてレンジでポワンとかで できるのあるのかもしれない。今なら、いや、今の時代ならない。ないかな。蒸すんだよこれ確か。うん、確か。あ、閉まった。どうした？網戸閉まった。うん、網戸閉まったってどういうこと？別に開いてはないよ。違う、網戸さっきこっちにスライドしたじゃん。また開いた。面白いか。これが面白いのか。おお、すごい。自動網戸。あとちょっと、さっきこう来たのがこう戻ってまたこう出てちょっとって感